ゴルフネット TV をご覧の皆さん、こんにちは、植竹のぞみです。今回はドライバーで私が大切にしているポイントを皆さんにお話ししたいと思います。ぜひご覧になってください。インパクトの時の、体重のイメージなんですけど、皆さん結構インパクト時左足に乗らなきゃいけないって思ってる方多いかもしれないんですけど、左足の方に乗ろうとすると上体が突っ込んでしまうんで、正しくはこの上と下は少し右寄りに残ってあげると一番ドローが打ちやすい形になるかなと思ってます。左に行ってほしいのはここを3等分にしたこの真ん中のお腹のゾーンだけ、思いっきりおへそを打ち出したい方向の方にグッとひねってもらって、腹筋を使ってで上げると捻転差っていうものが生まれてくるので、パワーが伝えられて飛距離も伸びてくると思います。この風船をまず足に挟みます。ここテイクバック上げてもらって、このダウンスイングからなんですけど、この風船を割るようなイメージで内ももでギュッて挟んで力を出していくと飛距離につながるんじゃないかなと思ってます。私今ちょっと癖でこういう風に逃がしてしまう、左足のかかとが浮いて逃がしてしまう癖があるんで、今なんですけど、まあ浮いてもいいんですけど、この場から逃げないようにこうちょっと跳ねる動きは絶対に入るんですけど、その時にピッて一回伸びるんで、その際にこういう動きじゃなくて真上に飛べるといいかなって考えてます。右足はスクワットのちょっと姿勢から思いっきりこう蹴り上げてあげるようなイメージ、右足のかかとでっていうよりかは最後つま先にちょっと重心が残りつつ、そこから一気に解放してあげれると一気にこう挟まるような感覚が出てくるので、右足のつま先にちょっと重心は多めにあります。